こんにちは、生活冒険家の赤井成明です。今日はですね、僕のねこうコンセプトとして欲しいものは作っちゃおうと、いうことを掲げておりまして、そんな形でね、つまりは DIY、自分で作っちゃおう、というところの、本当にね基礎の部分を、皆さんにね、ご紹介したいなと思います。で、本日はですね、机の足を作ろう、要はね机を作ろうっていうことなんですけども、そういったところをね、こんな簡単にできちゃうよ、みんなね、自分で何でも作っちゃえるんじゃないかな、そんなね、動画にしていきたいなというふうに思っております。早速なんですけども、今回ですね、こちらのね、いわゆるたるきと呼ばれる角材 30mm×40mm の、ものをですね使っていきます。で、ですね、ちょっとねこういった形で表面が、汚れてしまっているので、こちらですね、まずカンナかけるところからやっていこうと思います。はい、こういった形で4本とも綺麗になりました。はい、はい、で今回ね天板になるのがこういった木なので、はい、こちらを今から長さを測ってね、足のね、足こういう風に作るんですけども、この間にどのくらいの角材入れるかっていうところをね測っていこうと思います。では材が揃ったので、これを今からね、つなげていこうと思います。はい、こういった形で2つの足ができました。でこちらをですね、実際につけていこうかなと思いますが、その前にですね、今回ねオイルステインで、色をつけていこうかなと思ってます。はい、昨日はなんですけども暗くなっちゃったのでね、続きをやっていこうと思います。ちょっと場所を変えてね、家の方でやっていきます。でこんな感じでね足ができたので、今からね足をもう早速ね固定して、完成という形です。はい、というわけでですね、完成しました。その机がこちらです。ババーン、こんな感じになりました。このね、椅子を持ってくると、こんな感じでね、座って、作業ができちゃうという感じですね。いやー、だいぶかっこいい机ができましたね。で実際ね、実はね、この机が材料費0円でして、この天板もうちのねやってるコミュニティぼちぼちの仲間がこれ使ってよっていう風に、くれて、でこの下のたるきも仲間がモバイルハウスを作っていた、端材ですね、余った材料で作ってるし、ここ止めてる金具も仲間が、家でね使ってたやついらないからっていう風に持ってきてくれたやつでですね、なんと0円でできてます。まず厳密に言うとビスだけかな。こんな形で、仲間のね、によるこう力とちょっとのねアイディアで、そして、ちょっとの手間でね、こんな形で、自分のね欲しいものが手に入っちゃうという感じでね、DIY っていいよねという、感じです。あ、僕ね、こんな形で、いろいろね、ものを作ったりとか、あとねモバイルハウスのワークショップをやったりっていうことをやってますし、あとうちのコミュニティではですね、工具の貸し出しっていうのもやってまして、みんなでね工具シェアしていろんなものを作っちゃおうということもやっておりますので、もしねご興味ある方はね、ぜひモバイルビレッジポチポチって感じで
検索していただいたり、月に1回ね見学会をやっているので、ぜひそちらにね遊びに来て、どんなコミュニティなのかな、どういうことやってる場所なのかっていう話をぜひね聞きに来ていただければ、仲間に入ることもできます。そんな形でですね、今回は、簡単な机作りの、動画でした。これ他にもね、いろいろとね DIY やっていく動画を上げていこうかなと思っておりますので、ぜひぜひご興味ある方は、チャンネル登録あとね、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。はい、そんな形で今回は机作りの動画でした。ご視聴ありがとうございます。またまた。